マルクス・ウルピウス・トラヤヌス・マイオルは、ローマ帝国の貴族で、第13代皇帝、トラヤヌスの実父、大トラヤヌスとも、西暦30年、ウルピウス氏族トラヤヌス家の着男として生まれる。トラヤヌス家は、イタリア本土に羊を持つ、古い、ローマ人の家系で、イベリア半島の植民地イタリカに領地を持つ、入植者であった。後に、元老院議員。 クイントゥス・マルキウス・バレアの娘であったマルキアと結婚し、娘ウルピア・マルキアナと同名の息子、トラヤノスを設けた。また自身の妹ウルピアは、アエリウス氏族ハドリアヌス家のプブリウス・アエリウス・ハドリアヌス・マルリヌスと結婚しており、したがって、ハドリアヌス家とトラヤヌス家は、親族関係にある。マルクス・トラヤノスは、一族の中で、 初めて元老院に議席を得た人物で、名称として名高いグナイウス・とミティウス・コルブロのもとで、軍団長を務めたという説もある。ユダヤ戦争では、ウェスパシアヌスの配下として、第10軍団、フレンテンシスを指揮した記録が残っている。この経験で彼は、フラビウス・朝サ・立後に皇帝となったウェスパシアヌスから、寵愛を受けることができ、西暦70年に、執政官へ助任され、 いくつもの属州総督を務めた。マルクス・トラヤノスは、息子が皇帝に即位する前に病没したと考えられている。トラヤノスは両親、妹の死を悼むためにコロニア・マルキアナ・ウルピア、トライアナ・ティムガディを建設した。113年、帝国はマルクス・トラヤノスを神の列に祀ることを宣言。神君、トラヤノスの父という尊称で呼ばれた。ありがとうございます。